さあ皆さんいかがお過ごしですか、私は MC の鈴木達久です、今回はですね KOF の、13、稼働間近となりました。あと8日でございます。そんな魅力をたっぷりお届けしたいと思いましてですね、今回はこんな企画を用意しております。市木光弘がですねズタボロに負けた上にですね修行をしたいということで、こちらの番組を使ってですねそんな、修行する姿を、撮りつつ、KOF13 の魅力を余すところなく、伝えていこうという、番組でございます。名付けて KOF チャンネル13というふうにね私は勝手に言ってるだけなんですけどはい、そういうわけで、やっていきたいと思います。まずはタイトルコールでございます。皆さん拍手をお願いします。目指せ闘撃市木光弘嵐の元君5番勝負はい、というわけでやっていきたいんですけど、まずはこちらの方にご登場いただきましょう。今回の、メインプレイヤーとなります市木光弘さんです。どうぞ。なんで俺の時だけ拍手ないの、はい、というわけで、ね、もうちょっと拍手に迎えてくださいとかそういうこと言うべきだよ。なんで、あのところでさ、話変わるんだけど、なんか背中にガムテープ貼られてるの。あ、カメラさん抜いてください。今どうなってるの。今回はワイルドウルフじゃなくて、ワイルドラビットです。詐欺になっちゃった。詐欺です。ちょっと待って、一回負けたらここまで格下げて次どうなるの。どんどん下に下がる。そうだってスタッフさんに T シャツまでこんなに。あ、そう、また変わってね。今回は2本目ということでね。2本目って書いてある。すごいよね、よく用意してくださっちゃってね、ほんと。今回も、はい、そんな2番勝負にふさわしい師匠を、ね、師匠、呼んでおります。ちなみにこの方も、はい、なんとプレイ時間まだ20分でございます。サーティンには慣れてない中で一体どんな戦いを繰り広げてくれるのか、楽しみですけど、早速お呼びいたしましょう、はい、圧倒的なやり込みと対戦回数によるキャラ対策、プレイヤー対策に定評のあるプレイヤー、数多くの強力プレイヤーを高レベルで使いこなし、相手に合わせて使いを分けてくる格闘エリート M-はい、というわけで M ダッシュさんにお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけで、今回サーティーン、触ってみた感触だったりはいかがですか。やっぱ技が出ないですね。技が出ない。あ、そうなんですか。これはすごいことを聞いてしまったような気がしますけど、それは何かこう今までとのこう触り心地が違うというところなんですかね。そうですね。今回コンボゲなんですけど、技が出ないともう話にならない、はい、そうですよね、確かに。そう、ね、一番大事なところですもん ね。いやー、これは一体どういう風になるのか気になります、はい、それでは試合の方始めていきましょう。レディーゴー。レディーゴー。Ready, go!
Yeah!
さあというわけで試合が終了したんですけれども、はいはい、まさかのいやもう2本目であの負けっぷりはもうダメだと思いました俺は正直さあキャラクターの方はですね、はい一木くんの方がテリー、はい、京陵、変わらずで、はいそして、M ダッシュさんの方がクラーク、ライデン、ケンスーと来たんですけれどもケンスーを選んだ時にみんながKダッシュは?Kダッシュは?っていうというこう疑問の声が上がったんですけどあれはまさかのいやもうシケロの中では多分ケンスが一番強いっぽいですああというふうになったんですけどもど本来なら K ダッシュをセレクトしようと思っていたってところですかまあでもこれで悔いはない、まあ、悔いはないですはい、というわけで、試合に振り返っていきたいと思うんですけども、はいはい、いかがですかこうクラーク、ライデンというふうに2キャラ入っていましたけどもその中での手応えというものはいかがでしたか感じましたやっぱ投げキャラは自分に合ってるのでまあ、ちょっと極限の歌に教えてもらいながら客様の名前がなんかこう投げキャラが来たっていうところでなんかこう自分の中でのこう心が変わったところあったやっぱ攻めさせる、近づけさせるとね、やっぱポイポイ投げられちゃう、うん、吸い込まれるしね、うん、だからなんかちょっとなんかコパンとかね、振ってみたりとかね、うん、いやらしいんだよごめんな、うん、牽制大事ですよねなんか飛び込み防止のためにあと、牽制がこうここで大活躍をして肝なこうキャラクターになってきたと思うんですよそうですね小足のコンボがやっぱあれがいいですねあれは簡単で、まあ、減る、うんうん、EX 戦車が減るしさあというわけで今回は第2戦目をお送りしてですね結果まあ僕はすごく M ダッシュさんを送り出した手前すごく不服なんですけれども市木道博くんが市木光弘くんがですね勝利となりまして今回のゲームを終了ということになりますさあというわけで明日は第3戦となります一体どんな方が来るのか次こそはこっちチームチーム戦になってるスタボロにしたいなと思っておりますので、はい楽しみに見ていただければなと思いますさあというわけでまた明日お会いしましょうバイ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 